わわ。はい、どうもこたまです。本日はマシン英雄伝バトルガイデンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こたばんは、こんばんは、いらっしゃい。前回の続きからいきたいと思います。前回ついに4つのドラゴンの翼とお目目とハート、命と牙、4つ揃ったので、これからドラゴンの塔に行きたいと思います。あとは渡るとも多分今日出会えるんちゃうかな。ほんで表現の塔やったっけ。渡ると塔に行ってからじゃないとあの先は行かせへんみたいなリンク様がおっしゃってたから、そっちもちょっと未開の地ですね。敵どうかな。前回移動の書とかさ、まあ武器もろもろも変わりましたけど、ここの敵の強さがどうかなと。マー君さんにっこり、いらっしゃい。ありがとうございます。あったかくごゆるりと。よろしくです。そんなに強くない?どうなんやろ?あ、ここ強い?え、ちょっと、まあ、宝箱も見逃さないように見つつ、まだ1階やもんね、何階建てやろな。宝箱はないのか。まあ、一応確認していこう。渡るが主人公のゲームかなと思ったら、渡るがいっちゃん始めんときに、誘拐というか連れ去られて、で、この今、操作が、こたばっていうキャラ。まあ、っていうキャラっていうか、うちがこたばって名前にしただけやけど、渡るを操作の主人公のゲームじゃないんですよ。そう、すぐ誘拐されたんですよね。あ、キチムさんいらっしゃい。クルスパちゃんありがとうございます。ごゆるりとね。よろしくです。あ、強っ。ちょっと、フランケンが、なかなかやるな。今は原人丸。今はね、雷神丸です。竜神丸から、仙人丸、原人丸と来て、で、前回、うちのご先祖様がめっちゃおったところで、雷神丸をいただきました。まあ、一応ちょっと見ていくか。宝箱がでも、どうかな。フランケンがちょっと強いから気をつけねば。なんかありそうでなんもないね。でも宝箱で急にこう魔導書とかポッて落ちてたりするから、まあ円空もそこまでひどくもないから、結構まあちょっとくまなく見ていこうかなと。経験値やらお金もたまるしね。渡る、あ、でも渡るのプラも持ってたっていうコメントもね、ちょこちょこいただきましたね。お、この何これ、落とし穴落とされたけど、何この場所。意味深。あ、マジお外出された。あの小部屋は何やったんやろね。なんか待合室ロビーみたいな感じかな。宝箱あったけど
なんか取れへんかったな。今って書いたものなんかあったんでしたっけ。今は特にないかな。前回確かね、太陽の盾、ライトセーバーも購入したね。9800円ぐらいの。で今のところは結構最新、今のところの最新は装備揃ってますね。まあ、ちょっとこれからまだ行ってへんとことか、そこでまた新しいのがあるとかちょっとわからんけどね。でも次新しいさ武器とか出たらもう1万絶対超えるよね。あ、でもさ9800のライトセーバーゲットしたその後に別の場所行ったらさ、安いあの特殊能力ついてるのあったよね。これ生き方さ、上から追ってくる感じかな。これあ、いけた。お金でした。さっきここでね落ちちゃって、毎回トラップがあるんかな。ちょっと宝箱で、あ、ミッケーみたいな感じで油断して落とされるパターン気をつけねば。しかもお城の外に出されてまた1階からっていう。お城じゃないか、タワーか。今日も頑張っていらっしゃい、こんばんは。剣がね毎回あの新しくなるけど、リーチは基本短い。あ、レベルアップ。てってる。リーチがな、短すぎてちょっと。マップも、ダンジョンも結構シンプルよね。前回なんかさ、お城ちっちゃくされとったさ、ガスで。大きくなってから行ったお城の作りがちょっとびっくりしたけど、でも基本的に、あ、え、落とし穴多いな。このタワー作り見た感じマップとかはシンプルですけど、ちょっとこの落とし穴どこにあるかわからんから厄介やな。初手はちょっと落ちる。あ、ニワトリさんいらっしゃい、こんばんは。日に日に寒くなって、今日からいよいよ冬が到来し、風に気をつけてくださいね。ねえ、ちょっと夜寒くてさ、暖房ぼちぼちかなとか思ったけど、結構リスナーさんつけてへんって言ってたから、あ、まだ頑張るかとか、ちょっとでもつけてる方もいらっしゃるし、ねえ、寒がりやから、で 風気をつけましょうね、お互い。ありがとうございます。日中はね、まあいいんですけど。ね、あの作り独特やったよね、お城。予想と違うっていう。こんばんは、こたばんはいらっしゃい。ちょっと真ん中、だいたい落とし穴真ん中あるから、ちょっと端っこを縁を歩いてた方がいいかな。薬草ゲット。4階、縁をちょっと歩いていきます。エアコン、まあでも地域によるか、あったかいところは。お、見てー、え、ドラゴンじゃないこれ。あの右のなんか
あれ気になるな、燃えてる盾かな。え、あれ渡るなの？なんか盾に見えたけどさ、絶対戦うよね。ちょっと待てよ、寒いんだか暑いんだか。確かにちょっとよくわからん時あるよね。ご飯とか食べたりするとあったかくなるけど。いやで、みんななしを気ぃつけてね。あと汗かかんけど意外と乾燥してたりね、水分なくなってたりとかするから水分補給も大事。さあ強いかな、お前か。渡るを助けると言ってるやつは。そうです、笑わせるな。お前のような不届き者は制裁を加える。嫌です。お、ピンク。え、これファイヤー効かんかな。あ、効かん。あ、うわ、ちょっと待って、めっちゃ強い。3桁初めてっちゃう。ちょっと待てよ。めっちゃ強いんですけど。しかも非効かん。うん、元気元気やけど、ちょっと待てよ。ちょっとやばいな。強っ。攻撃が。当てにくいな、ほんで。え、ちょっと。ヒーリング。ジャンプするんかな。ちょっと。まあ、道中もまあまあやったけど、強ー。今までのボスなんやったんってぐらいさ、このドラゴンめっちゃ強いんですけど。ね、あの炎きつー。せっかくトーン上がってったのに。ちょっとあの日気ぃつけな。一気に持ってかれるな。え、今までの何だったの、ほんまに。強ー。対策もう気ぃつけるしかないんかな。もしくは、あ、あれかな、特殊能力、ライトセーバーを購入した町の次にあったさ、武器屋さんで特殊能力があるっていう、ちょっと、あれ、さっきより安いねって言ってた、盾とかかな。でも空気の盾とか言ってけ。どうなんやろう。空気の盾でさ、ドラゴンの炎を防げるのか。もしかしたらなんかちゃうとこにそういう火対策の盾とかがあるんかな。百何歩聞いたよね。初めてやな、そんな食らわされたの。見かけ以上のね。見た感じ可愛らしかったけど、魔法
語が聞かんかったからな。どうしようかな。もうちょっと薬草もあった方がいいかな。こんばんは、いらっしゃい。ピケ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 。まあそこまでは言うてすぐ行けるか。もうこの子らちょっとバイバイして。やばそうやね、あの子ら。ゾンビ系の敵ちゃん強いからな。まず火をどうしような。サンダーも効かんかな。サンダーメカ系とかやもんね、言うてたもん。あ、くいやばい。薬草も買ってこようかな。強くない？ちょっと薬草が売っとるとこ。薬草数限られとんねん。在庫抱えてへんタイプ。薬草有限なんよね。ポッポッポーって入ってきてたよな。まあそやね、パワーで上げて。パワーで上げてどれぐらい食らうか、食らわせられるか。 MP 結構貴重やでな。うん、あの日食らっちゃうとな。魔法効かんからな。気まぐれそう気まぐれそう。気まぐれそう。全然効能発揮せえへんから。
こんばんは、いらっしゃい。去年久しぶりにやりました。マシンの体勢増強剤、ドラゴンが死んだ。ワンパンやんそれ。でも今性能的にはね、今のライジンマルはいっちゃん いいよね。特殊効果そう、今ね今日からドラゴンタワーに今乗り込んで、ドラゴンにもうなボコボコに燃やされております。ほぼあれ食らったらもうワンパンやもんね。ペケペケペン。さあ、行くぞ。ヒーリングからのパワー30やね、使うの。いっぺん使ってみるか。攻撃力35アップ。あ、もう危なあ、火力上がったね。強すぎる。どうしよう。どんどんお金が。ちょっとあの一撃食らったらもう終わりやん。何あれ。今んとこ群を抜いていっちゃん強いね。でもパワーで結構こっちが与えるダメージは増えたよね。倍ぐらいかな。もうやで、やられる前にやるしかないのか。攻撃を見切ってはめるしかないか。パターンを見切る。うまいことはまればいけそうやけど。あ、ミスった。洗礼受けまくりですね。炎がめちゃくちゃ強くて
炎な、炎出す瞬間なんかウィンクとかしてくれたらね、あ、来るなみたいな。そう、どうなんやろね、ドラゴンの HP はあんまり多くなさそうやけど、いやでも早いとこ削ったるか。今までのボスもさ、そんなに HP 多くなかったから、そんな感じかなと思っている。今度こそ。パワー30使うからな。こんな強い子がまさかおったとはな。よし、まずはパワー。もうちょっと、はい、飛ぶのもね、いや、もう、やば、あーちょっと、なんかさ、と、この子飛ぶときと飛ばんときの、やったー、うおー、え、結構さ、惜しかったんじゃないの、さっきも。どう、わー、やったー。で、これは、え、僕は渡る。ドアクダーの魔法の力で瓶に閉じ込められてしまったんだ。悪いけど、僕を連れて行ってくれないかな。あ、瓶詰めにされてんねや。盾かと思った。置いてくってひどすぎるやろ。何のためにここまで来たんやっていう。ありがとう。小さくなってしまった。と言っても、僕がいることで、龍神丸は今までよりもパワーを出せるんだ。あ、また龍神丸に戻ると。渡ると合流しました。イナルシュ。いやー、よかったー。あ、強くなったー。ほんで。パチパチパチ。ありがとうございます。危なー。いや、やっぱ HP はそこまでやったね。パワーこそ力。置いてくにしたらさ、置いてくにしたって方いらっしゃるんかな。どんな、渡るがどんな反応するかちょっと見てみたいけどね。あ、はい、みたいな。置いてくんやみたいな。で、これで龍神丸がパワーアップして、で、リンクス様曰く渡るとね、表現の塔やったかな、なんかに行くべしみたいな言ってたね。よかったー。あのドラゴンが HP めっちゃ多かったな。ちょっと考えものやったね。さあ塔を出まして、
宿やで。寝よや。MBA もすっからかんよ。朝だよ。なんか通路のさ、地下の、あ、踏切ハウスか。ちゃうか。ペケペケペ。あ、間違えた。あ、ちゃやめようとちゃうやめません。え、ちょっと待って、これネットフリアでどうなんやろ。じゃあやめへんよ、みんなです。まだ暴言しますから。ちょっとどうしよう、これどうなるかな。え、これさ、リセット怖いな。あ、これで、あ、ちょうどさっきのとこね、やみよやーって言った、間違えたとこな。あー、よかった。ちょっと真顔になりました。焦った。え、レベル12でしょ。龍神丸。あ、ケニーさん、メンバー登録ありがとうございます。スタンプも散らかしてやってください。ありがとうございます。あ、この子下がり殴り。おいっすー、いらっしゃい、こんばんは。知らない。あ、そうそうそう、別の前の持ち主の方の。え、しかもさ、初めの時さ、うわ誰のデータみたいな感じ言っとった時さ、レベル14でさ、あ、そんにやってへんのかなとか思ったらさ、今こうしてうちがここまで進んでさ、そんなことなかったね。うちがだってここに来て12でしょ。で、別の方14ってことは、まあまあ終盤やったんかな。むしろクリアしたんかな。ちょっとそれ見てへんから分からんけどさ、その方のデータを。言葉わしじゃリンクスじゃん。お前は空人丸に合っていないようだな。それならばここを通すわけにはいかぬ。お前をみすみす死に追いやるようなものだ。表現の塔に渡るとともに行って、そこで空人丸に会ってくるがよい。空、やっぱそうやね、表現の塔に飛んでく、ここやね。実機じゃないですよ。レトロフリークでやっております。表現の塔、表現のワープのとこあったよね。表現の、あ、表現の宿屋やったかな、なんかワープでね、これマー君さんも焦ってる。ありがとうございます。データ大丈夫やった。空人丸か。
小田場の剣、寿命短かったな。ちょっとしか活躍してんよな。寒そうな場所。こんな凝ったな。そう、ソフトはほんまのというか普通にファミコンのソフトですよ。で、ここで氷原の塔到着しましたけど、渡るを連れて、あ、しばらくさんもさっきここ行ったよ。え、これ前もでも言ってたよね。一緒やな、これは。表現だと前も来たよね。空人丸はおんの？どうなんでしょう。前行ってさっきの民に話しかけて、でしばらくさんが閉じ込められてたっていうかさ、あの小部屋に左下のとこにおったとこをやったっけ。ね、言葉の剣えらい中途半端に出てきて、もう速攻次の武器に変えたったっていうさ。塔が2つあるって言っとったとこって、この表現の塔、これを乗るとどこに行くんや。このでもうち船に乗ってる時好き、かわいいよね、二頭身な感じの。この曲も癒されるし、もう勝手に進んでいくけど。階段なのに、あれ行ってへんよね、うち。あっこかな。なんかあっこっぽいな、行ってへん場所。階段、あの場所に行くためには、なんかお金もどうなんよね。まだ強い武器来たらどうしよう。そのリンクス様のあの先、向こう側。タバンちゃん、いらっしゃい。あ、でもそこどうやって行くんやろ。行き方がわからんな。なんかね、さっき船でこう進んでた時に右側に階段あったけど、あ、これで行けるか。あ、あ、行ける。この下の、
ミノノ州はマシン、何がいっちゃん好き？やっぱ龍神丸なんかな。これもしかしてもっと早くに行くべき場所やったんかな。ちょっとわからんけど、別に行けるよね。ミブル表現ダンジョン、これ初めてやね。まあ、敵の強さでわかるか。あ、弱いぞ。上のだって橋渡ったら来れるもんね、こっち。でもここで何があるのか。雷神丸、ジャコ丸。気まぐれそう、あんま機能せんよね。あ、これがもう行き止まりで、あ、ルージュの薬、巻物。え、これだけって言ったらちょっとあれやけどさ。そ、貴重やけどさ、これのみかな。もっと早めに取れたよね、これな。特に上がれるとことかないよね。塔が2つあるってさ、言うてなかったっけ。気まぐれやな。あ、お初です、いらっしゃい。え、序盤に来るとテレポートの書があった。え、移動の魔導書があったってこと？うちが3980円で購入した移動の書がこんなところにあったの。マジで。うちぼったくられたってこと？え、これ、それをみんなの衆はニヤニヤブブブって思ってたってこと？そうでしょ？壁にリスナーさんを追い詰める言葉。こんなとこにあったの？移動の魔導書。へぇー。あ、こっちも知らんな。あ、誰？渡るを助けたんだな。それなら空神丸に会えるだろう。最後の洞窟。お、最後の洞窟なんて言われたらさ、もう終盤かなって思っちゃっていいのかな。さすがにこの子ちょっと厄介。経験値がだすごいな、これ。あ、ワカサギ釣り。小さな穴の奥にスイッチのようなものが見えるが、手が届きそうにもない。それなら僕が行くよ。渡るがそう言って穴に入っていった。大丈夫？あ、何それ、その仕組み。ありがとうやけど。僕が行ってくるよって。あ、何あれ、ラスダン的な。え、ちょっと待って、空神丸は、てか宿屋とかもないけど、何もあの最後感あるけど、空神丸と合流。あ、鈴木さん、調べたら世代的に知っててもおかしくないのに、渡るなんて全然知らない。なんか別の同時期にやってたアニメ見てたとかかな。一度も聞いたことない。周りでも流行ってなかったのかな。地域的な問題？ありがとうございます。地域的なところとかありそうやね。周りが別のアニメとか見てたとかさ。ありがとうございます。最後の塔、
なんか下の壁おかしなかった。最後の塔なんてもういよいよやん。敵もね強い、確かに最後だけあるかも。アニメでもさ、その今 YouTube の公式チャンネルでやってる超マシン英雄伝とか、その超シリーズもあるからさ、どうなるね、そのどの渡るシリーズを見てたかとかさ、知ってるかによってもまたちょっと違うか。ちょっと強いやんこの子。いやちょっと待って、コンボ、このじゃ複数いらっしゃるときね、はめられる。ちょっと後ろに下がらなったな。このゲームがでも出た発売的に初代の時なのかな。ね、最後やで多分本気出してきてるね。ほらこういう、あ、この子先にやっといて、ちょっとこう下がりつつの、そう昔のアニメ曲もめちゃくちゃいいしね。ちょっと MP がないんですけれども、こんなとこにプリンスシールドあるんやけど、みなし今太陽の盾やけどさ、これ売ってたよねショップで。弱いやん。まあそっか、太陽の盾の前にあったか、特殊能力やっけ。え、でもまあまあなお値段したよねプリンスシールド。確かセラミックシールドって何かのあてやった気がしたけどね。太陽の盾のが強くない？威力が上がってる。あー、効果がちょっと、ちょっとこの近くにさ宿屋欲しいな。もう最後の塔の真横ぐらいに誰が泊まりに来んねんみたいなうちしか泊まりに来へんのちゃうかっていう。あー、いやー、ちょっとこの子ら、な、宿屋ないな。ちょっと一回帰らなけど、ちょっと宝箱を先に。ね、その YouTube 公式チャンネル以外でもアマプラとかでもないんかな。なんかファミコンジャンプをさ前やった時にさ見てみたいアニメ結構あったもん。あの鮎川さんが、鮎川さんやったっけ、あの可愛い子、女の子、気まぐれそうさー
あ、アマプラにもあるかな、渡る。増強剤。体力アップ。そうそう、オレンジロードやけ、見てみたいなと思って。ファミコンジャンプですごい興味を持って。タヌキッパ、タヌキッパもね、1000ゴールドのもう終わったもんね。あ、ちょっとちょっと、名前が可愛いね、タヌキッパ。もういらんかな、もう打ったていいか。もうなんか飛んでる子多いよねよくよく今あ、え、これ、あ、びっくりした、 MP 削られるかと思った。あ、間違えた。強いな。でも結構さ、アニメってテレビで再放送とかしょっちゅうやってたりするよね。夏休みのスラムダンクみたいなとか、ちびまる子ちゃんとかさ、ワウワウとかでもやってたよ。ワウワウかな。降りすぎやろこの子ら、ちょっと。ここから左は苛立ちの回廊、焦りや苛立ちを捨て、え、読めへんかったんやけど。足元に走り、何を急いでいるんですか。今配信の方の遅れたのでちょっと読もうと、それも間に合わんくて読みきれへんかった。一本ずつええんか、ここに来てそういう感じこれ。あ、また読みたい。と、足元に走り書きがあった。誰が書いたんや。苛立ちや焦り。ちょっと帰らんとやばいな。ぼちぼち。次、え、これ、え、ここの最後の塔からいっちゃん近い宿屋どこかな。宿屋、なんかキオスクとかでもいいからないかな。こっから近いとこ。もうちょっと MP がきつい。あ、服部さん、今サンテレビで渡る2、え、渡る2はそれさ、蝶とまた違うってことかな。めっちゃありやん、渡るシリーズ再放送やってるんや。え、しかもアマプラで全部見れるんかな、初代から。ありがとうございます、良き情報。後でちょっと見てみようか。
渡る2。あ、なんかぼちぼちレベルも上がるね。ちょっとタヌキパマ打ったい。タヌキパなんかめっちゃあるな。ここに持ってたか。ちょっと妖魔の小瓶、これ渡る入ってるやつ打ったらあかんやね。僕を売る気かみたいな言われるかな。ちょっと多分この感じもう一回ぐらい帰らなあかんかな。またるんだ、売却したるとこやったな。アマプラのあれか、1話ずつ有料のやつか。いやー、そのレトロな昔のアニメも見たいけどね、最新のアニメでさえ全然最近はね見れてなくて。やりたいゲームもね、めちゃくちゃ渋滞してるからちょっと。今もさ、お部屋に渡るのプラモデル飾ってるよ、大事に飾ってるよって方もいらっしゃるかな。レベルもどうかな。まあぼちぼち上がるよね。900なんぼ言うてたし、やねやね。この子も地味にね厄介やから。持ってた？今は？どこにあるの、そのプラモデルは。実家かな、大事に倉庫に眠ってる。この子がね、ちょっと厄介。基本、みんな飛んでるからな。いたー。剣が短いな。お兄ちゃんプラモデル持ってたかな。ガンダムとかあったかな。ここ一歩ずつ。でもね、結構積み積み、見つけて買って見つけて買ってみたいな。作るのが後になって。これ戻るのさ、エスケープ無理かな。だって戻るの、これまた戻るのも結局演歌ってことでしょ。もし自力でそのまま U ターンやったら、
あいにく敵が弱めやから、まあ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 いいんですけど、どうしよう、急に強い子来たら。でもさ、結構前に五右衛門のファミコンのこの RPG をやってたんですけど、普通にこんなんやったよね。ここだけ、このゲームはさ、ここだけが多分こういう感じやけどさ、五右衛門はこれがデフォやったよね。なんなら嫌でさ、そのダンジョン入っても結構探索が大変やったもんね。で、待って、しかもさ、隠しのちょっとポコッと、え、待って、これも小田部さん戻った方が身のためですよ。え、まだあるわ、隠しとか調べたいけどみたいなさ、演歌多くて調べんのも大変みたいな。これどこまであるんやろな。なんか、あ、レベルアップ。ペッペン。元気そうがめっちゃ。ほら。あ、こう確かにあの子元気やもんな。七つの大罪もね、途中までしかね、知らない。この子元気そう、絶対落としてくれるな。はしゃいでるもんね、あの子。薬草くれる子出てこへんかな。回復ゾーンってことはさ、どうやろ、この先もう一周ぐらいこの廊下あるんちゃうかな。ないかな。ほんで、しかもさ、これ以上持てないので諦めたって。なんかその、どうしますかみたいな、その、なんていうの、なんかと入れ替えますかみたいな、そういうさ、選択肢はなく、もう、諦めてるっていうさ、そこはちょっと悲しいよね。だってさ、それでさ、昨日のさ、睡眠学習装置、結局、持ち物いっぱいで取れへんかったもんね。これ、スタートからさ、どんだけエンカウントしたかな。あ、着いた。もう一周ぐらいあるかなと思ったけど、あの廊下、終わりましたね。そう、レアドロップ来た時にそれちょっとこの元気そうで圧迫ちょっとな。こんばんは、いらっしゃい。お、命の薬、元気そう、ちょっとな、圧迫してるな。こんなとこに出てくんの？え、この子ボスでおったよね？サードガン。セイロガンみたいな。めっちゃお金落としたよ。サードガン。ファミコンで数少ないクリアしたゲーム？え、めっちゃ思い出の作品やん、それ。このゲーム面白い。
サードがめちゃくちゃお金持ってたの。サードガン、どっちか分からんけど。急に出てきたのよ。で、ボスラッシュかなと思いきや、そうでもないね。この子らもおるし。元気そう、ちょっと。火力が。よし。あ、寝る方おやすむ。ありがとうございました。ね、さっきの廊下元気そうの稼ぎポイント、ほら、不意に。死にそうや。ね、サードガンちょっと油断したらあかんね。いやーやーよ、増えてる。3匹違った？ちょっと、うん、お、お、なに？なに？え？あ、あれさ、髪の毛が同化しててる、してて、ちょっとわからんかったけど、しばらくのおっちゃんがここに。言葉よ、お前はドアクダー様に歯向かい。え、これしばらくのおっちゃん違うな。渡るをドラゴンの塔から連れ出しおった。そんなお前を生かしておくわけにはいかん。この場であの世に送ってやるわ。え、え、ドンゴロ。サンダーで。この画面外で芝居ていく。HP 多い。え、おっちゃん違ったってこと？これドンゴロが来たけど。暗い。サンダー。え、敵はもういない。何その、お前はもう死んでいるみたいな。よし。おお、すごいお金貯まったね、こう気づけば。え、これ空人丸。
ハードガン出すぎやろ、ちょっと。これ、私は空人丸、ほら！魂となった私を連れて行ってください。きっとお役に立てるでしょう。お、空人丸が仲間になった。ここにはおらん。ただちょっと MP 使いすぎてやばい。え、ラスボスちゃうやろ、ほんなん。空人丸がここにおる。なんかおまけみたいになっちゃう。これからまだ、あるかな。これ、ぐるーっと繋がってるだけかな。エスケープちょっと、したいけど、MP がただない。10か MP。 ね、魂やった。ここでちょっと、こんばんは、初見です。いらっしゃい。やばい、ちょっとサードガン、やばい。ルージュの薬で逃げちゃうか。え、これさ、エスケープってさ、テレポートせな。あ、違うか。エスケープせな、テレポート使えへんのかな。直接テレポートって多分無理かな。エスケープの意味なくなるもんな。せやんな、リレミとしてからじゃないと MP がエスケープ。あ、シンジさんおかえり。ドラゴンとね、バトルね、しました。さっきしたんですよ。めちゃくちゃ強かったです。めっちゃ強かった。2回言うた。ありがとうございます。今宵もごゆるりと。あ、高評価ポチッとチャンネル登録もありがとうございます。あ、ピンちゃんさんもすいやーって、おやすむ。あったかくして寝てくださいね。ありがとうございます。間に合わなかった。え、結構ね、もうすぐ速攻とドラゴンの塔に行ってね、今日のライブのいっちゃん始めん時やね。で、これでリンクス様の先、ちょっと HP が
これでようやくいけるけど。これはね、渡るのアクション RPG ファミコンのゲームです。でもさ、お金めっちゃ貯まったねって言ってたけど、今んとこそんな使う場面はないよね。いや、初めのドラゴンの時はさ、めっちゃやばい、ウィチモンにされるって言ってたけど、今となってはどうなるね。あのリンクス様の先でなんかまた新しい街があったりとかしたら、最後の最強装備みたいながあったらめっちゃお金いるんかもしれんけど、で癒される。踏切ハウス、で、ここでちょっと一応アイテムを、でもないか。あ、もうちょいでレベル上がる。薬草売ってる。でももう結構いよいよ感あるよね、おそらく。渡るも合流したしさ、ちっちゃいけど。タヌキパもういいよもう役目果たしてくれた。あ、よかった。履歴中違ってちゃんとおりましたね、リンクス様。こたば、わしじゃ、リンクスじゃ。風神丸を助けたのか。ならばお前の竜神丸は最後の戦いに備えて竜王丸になっているはず。行くがいい、こたばよ。はは、竜王丸、お、うわ、竜王丸や。ちょっとこ、竜王丸来たで。誰これ、ダボード山脈に来ました。あんたも頂上の神殿に行くのかい。もちろん、だったらいいことを教えてあげるよ。信用していいかな、この方。神殿に登るには不思議なはしごがいるんだ。それをサザビーとか言う人が持ってたけどな。またサザビー様？え、あのさ、見えてるはしご違うんかな、これ。これで登れへんの？え、だってこれで、あ、そっか。あの左のさ、え、これ遊牧、あ、山牧民？ちょっとちゃうな、初期の村と。こんにちは。あなたも稲妻の正体を暴こうという方ですか？私の親父も調べてたんですが、魔法の力のようだって言ってたんですよ。よくわかんないですけど。魔法、さあセーブしといて。ここの山は昔はね、炭鉱だったの。ここに来るときに線路を見なかったかしら。あ、線路あったよね。昔はよくトロッコが走ってたのよ。ほう。昔は神殿に行けたんですけどね、雷ではしごが壊されちゃったんですよ。はあ。
やで不思議なはしごがいるよって。あ、なんか猫ちゃんがめちゃくちゃおる。はしご打てへんかな。うわ、エクスカリバー来ちゃー。ゴッドシールド、ほらやっぱ1万超えてきたな。先にゴッドシールド、プリンスシールドを売っちゃうか。太陽の盾、エクスカリバー、そんに上がらね、なんかその名前ほど。これはもう結構終盤じゃん。猫好きですか？この子たちも外を自由に遊ばせたいんですけど、マシンがこんなにいるんじゃ危なくって。にゃんにゃん。前のさ、猫ちゃんはさ、ナーゴやったよね。ナーゴって言ってたよね。あ、これや、線路。あれ、うちがなんかさ、違うとこでさ、線路あったよね。これ繋がってるんか。さっき言っとったやつやんね。トロッコ走っとった言うてたもんね。この子はちょっと、米印もチェックしてた、忘れとった。なんかここに来てちょっと広いですね、この場所。どこまで続いてんねんこれ。ここ行ける。あ、すんなり行けへんかった。あれ、トロッコやん。どこかの線路の脇に地下への入り口があったよ。あ、線路。あ、この子元気そうマンちゃう。あの子お父さん方元気いっちゃうんやね。51クレジットがここに来て、トロッコバージョン船違って、船より早いね。お、これは、お、こんばんは、初見です。いらっしゃい。寝る方おやすむ。ありがとうございます。おやすみなさい。通行。あ、これさっき言ってたのこれかな。山のダンジョン。なんかあ、弱いか、見かけ直しかな。デスライガお野菜みたい。二人おるとちょっと厄介やね。お、増強剤いいね。体力200超えましたよ。
レベルアップ。これで前の持ち主の方のセーブデータに並びましたね。ヒルの上位互換、あ、回復のね、キュア全回復があるんですけど、 MP30 使うからね、ちょっと、あ、素早さアップやけ、サヤバス、よし、ね、クリアが近いか、前の持ち主の方が途中でやめたか、ちょっとそれはまあ言ってみな、わからないね。ちょっと、いやいやなー、このさ、複数、しかもいろんな組み合わせで戦うのがちょっと大変。そう、30使うんですよ。あ、命の薬、昔はここも向こう側に通れていたんだが、この岩のせいで通れなくなってしまったんだ。え、これパワーで無理か。サンダーで壊せるのも無理やしね。敵の種類結構豊富やね。あんまり色地って出てきてへんよね。なんか色地でもさ、行動パターンが毎回違ったりで結構豊富。こんばんは、初見です。いらっしゃい。あ、ガイア幻想機見てくださってありがとうございます。あれもすごい印象的やったよね。ちょっとまあトラウマになりそうなところもあるけど、衝撃的で。広この子強いな。 IQ が高そうな子。エクスカリバーも、てかもう全部の強なってもさ、リーチがやっぱ短いっていうね。お、ルージュの薬。広いな。どこまで続いているのか。あ、え、階段あったけどさ、今あれは壊せるのか。無理よ。気になる。
クレジットそうめっちゃね増えたんですけど、まあ、さっきちょっと武器防具購入して減ったんですけどね。おお、お前は小束。はい、わしもここまで来たのだが、この岩が壊せんのじゃ。南の階段を、え、これサンダーで無理かな。降りたところに魔導書があるはずじゃ。それを取ってトロッコで脱出するのがいい。お前が来てくれると思ってな。岩をパワーの魔法で動かしておいたぞ。この不思議なはしごを持っていけ。お、いいやん。あ、インスタントクレジット、久々の。不思議なはしごもいただけましたね。宝箱もでもある。ちょっとインスタントクレジット15クレジット、え、前さどんだけやったっけ、200ぐらいなかったっけ。あ、強靭弾、罠ちゃうよね。おお、すごいなここ。強靭弾。こんばんは、いらっしゃい。天白菜、何ここ、めっちゃあるけど。ルージュの薬めっちゃ増えた。巻物、ね、ミミックとか何かしら、なんか罠があるかってちょっと疑うぐらいの。めちゃくちゃいっぱいゲットした。ちょっと増え、ちょっとこのグミ、おやすみなさい。寝る方おやすむ。動かしてくれてある。で、こっちから、お、お、抜けて、どこまで、遠回りしたなあ。あ、え、神殿、え、なにこれ、快速急行やけど。お、あ、これ、え、ここ違ったっけ、なんか線路あるねって、あの湿地のさ、とこ違う、これ。初めて線路見つけたとこ違うかな。そこに繋がったってことかな。山僕この辺ね、あんまり見てへんから、ちょっと
湿地のとこ、じゃ湿地帯のとこかな、前に確かこう行ったはず。でも不思議なはしごをゲットしたから、登っていけるかな。この辺、あ、あの上の宝箱、中から上がってくるんかな。これを、あ、これを取り忘れてたね。なんや？ルージュの薬、ルージュの薬増えてきた。増強剤。これはありがたい。強さが上がるやつはいっちゃいいかな。強靭弾か。さあ、ほんで、グッドコタマのいらっしゃい。お、え、なんかめっちゃええもんありそう。景色もかわいい。5651クレジット、ここに来て大金がこんなところに。もうでもお金こんなにいただけても使う場面が、エクスカリバーも購入したしね。で、はしご、不思議なはしごをかける場所はさっきの民にまた聞いた方がいいかな。不思議なはしご降りれって、あのおっちゃんが言うてたもんね。ファミコンジャンプ感ある。あのさ、トロッコ乗ってた時に見つけた神殿やな。で、神殿に登るに不思議なはしごがいる。で、どっからそのはしごあったよね。ぐるーっとさ、トロッコ乗って走ってた時に真ん中ぐらいかな。ね、はしごスポットを見つけねば。宿屋で寝ようよ。レベルアップはまだまだかな。これの上かな。あったよね、上の方に。これで上がってさらに上がるとこあるか。結構広いな。
何上かな、左、左かなこれ、あの左の上にまた高いとこあるね。こっちかな。右からぐるーっとか。この辺からあっちに渡れるというか、回り込めるとこがあるかな。ね、広いから結構線路がこう囲われてるから、あ、こっちかな。線路の囲われてるとこ途中で渡れるかな。左に行きたいんやけどな。ん？え、これさ、うち走ってきたとこかな？直接。あ、あの、途切れとるとこからかな。で、こっちでシューッと中入ってから、あの、上に上がる8号かな。来た、この左でしょ。え、魔導書があるって言ってたね。この上にあるかな？ん？まだ続く？あ、ここか！あの途切れとるとこに不思議なはしご。不思議なはしごってか、別にただのはしごでも無理なんかな、このつなげられたら。不思議なはしごがけに、お、これでこの上にし、あったー！宝箱も。ルージュの薬、後半にめちゃくちゃ取れるね。ここに来て。山の洞窟。そこを下に。あ、これ、こっち側来れたってことか。さっき右におったもんね。今、動かせへんって言って。やって三、あ、サンダーストームかと思ったらサンダーフラッシュや。気合一発サンダーフラッシュ。へえ。あ、埋まったんちゃう、これで全部魔導書。え、この世界で見て、最強の魔法と呼ばれている。こいつも驚き。ドイツ？へえ。これで最後の魔法が揃った感じかな。あ、これでさ、岩壊せるんかな？サザビー様の。枠的に多分もう
満たされたから多分全魔法かな。この子なんか増えてくよね。でこれをあれちゃうか。このサンダーフラッシュの使いどころ普通にボスこれ壊すんかなって思ったけど無理や。これであのおっちゃんに話しかけてさ壊せるようになるとか。ちょっと失敗しすぎじゃないこれ。よし、で今までサンダーで壊せてたから。どうなんやろね、話しかけて変わるのか。壊せへんのかな。どうかな。いやでも出えへんな、なんか壊せそうだとか。あのっちゃん話しかけたらなんか変わるかな。このちょっとあの岩違うんかな、使いどころ。魔法、さっきね、あの岩んとこ行ってね、魔法を使おうと思ったけどね、使えなかったんですよね。もっぺんやってみるか。これでさ、あ、え、壊せた。え、さっきやったのに。なんで？よくやった。気をつけていくのだぞ。わ、もうなんか言うてくれてる。ラストダンジョンって。ラストダン来ちゃう。曲そのままやし、しかも。ただ MP がないな。なんでさっきあかんかったやろね。いっちゃん初め使ったんですけどね。ほんでラスダン来たけどさ、ちょっと MP があらへん。どっから戻るのがいいかな。やでやで、ちょっと寝ようや。
ラストダンジョンに行くまでのルートが長いな。和むな。さっき使ってなか、使えてなかったかな。ラストダンジョン、ラストダンジョンにワープできたらね。売るのもなし。元気そう、もういいか。いよいよ、はじめまして、チョロQボートから来ましたって。チョロQからね、来てくださる方ちょくちょくいらっしゃるよね。ありがたいこと、ありがとうございます。見つけてくださり、たまにね、チョロQの方ですよねみたいな、なんかすごいチョロQ熟知してるみたいな感じのものに聞こえるけど、全然そんなことないけどね。チョロQもね、またやりたいんですけどね、別のやつ。チョロQ、まあ言うて結構やったんですけど、なんか別にチョロQ専門チャンネルってわけでもないからさ、なんかそんな、なんか恐れ多いというかさ、チョロQの方ね。もっとなんかすごいね、熟知されてる方もいらっしゃると思うし。スカイキッドチャンネルはやばいな。曲がやみつきになるよね。ミニ四駆のゲームもね、したいんですけどね。さあ、戻ってきました。気まぐれそう。圧迫させてくるな。だって、最大値が減った。この子ちょっと失敗しすぎ。
さっき、140ぐらいあったっけ最大値、魔法。あ、1減った1か。気まぐれそうで、なんか良かったことを。気まぐれそうも捨てたるか。敵が強い。てかこれ、あ、これおった敵と一緒かな。お、薬草。バイオ、バイオも結構やったもんね。バイオで知ってくださった方もたくさんいらっしゃるし、宝箱も結構あるね。ルージュの薬。やばい、ちょっとこの数がきついな。お、上に上がる階段。あれ、あ、え、あれ、うちこ、あれ、ちょっと待って、うちこっから来たっけ下に下がる階段やったあれ、あ、この子のさ、青い色地の子、お金めちゃくちゃ落としたよね。ね、来たとこやった消えるのがね、見にくいね。このシリーズはファミコンだけですか？なんかね、同じパッケージで PC、え、わっ！ PC エンジン版があるけど全く違う感じでね、ちょっとこの感じのゲームがあるかちょっとわかんないです。ちょっと！これいよいよラスボス？よくここまで来た、コタバ。お前が渡るを元に戻すのを黙って見ているわけにはいかん。渡ると一緒にあのように送ってやるわ。嫌です。行け、ネオゴーストン。うわ、おっきい。いっちゃんおっきいね、今までで。これはマシンかな？これかな？サンダー。サンダーフラッシュどう？え、機関士機関カッター消え、ちょっと強っ。消えるのをやめてほしいな。
あれさ、消えるの。ちょっと厄介すぎん。どこにおるかさ、自分がどこにおるかわからんなるよね。あ、ここまでの道のりがまた、ラスボス前とかでワープがあったらね。今日の冒頭のドラゴンの戦いを思い出す、ね、でもその時消えへんかったよね、ドラゴンの時は。なんかね、敵によって攻撃を食らうと消えちゃうんですよ。あ、てんてんさん、こたばさんは初見は？ダウンタウン連結物語、アクニオくんね。買うか悩んだゲームのどんな感じって見てみたら。ちょっと待ってね。マッハキックでシュ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 って言ってて、おもろくてハマりましたね。ありがとうございます。そういうのを覚えてていただけてることが光栄ですね。これまたさ、負けたらって、このまた道のりってなるとなかなか大変やね。でしかもアイテムが継続やからさ、これ負けたらちょっとやり直した方がいいかな。ドラゴンの塔は結構すんなりいけたけどさ、そのドラゴンのとこまで。アイテムが減った、どんどん負けるごとに減ってくからさ。消えるからな。どこにおるかわからんなるからさ。ほら、もうなんか場所が、フリだから。前のあのルパンの時もね、え、今何に食らったみたいなさ、敵が消えてたりとかね。うわ、ちょっとこれはやばい。でもサンダーフラッシュ効かんかったから、そのさっきのサンダーフラッシュ分の MP は、ほら、節約してさあ戻ってきました。クソンもない。
ヒーリングしてから行くぞ。パワーを上げる。ルージの薬使っておいて。めっちゃ食らうな。ルージの薬で消えるのやめて。キュアからのルージの薬。おお、やったやったぜ。ネオゴーストン倒した。ぐ、貴様がネオゴーストンを倒すだけの力を持っていようとはな。ワタルを戻すことを食い止められなかったが、今度会うときはワタルを始末してやる。ふうはやったやった。それじゃあ言葉、僕を階段の上の祭壇に運んでよ。階段の上の祭壇、これで OK？ あ、オープニングの立ち絵やんこれ。渡る。お、等身大になった。え、左になんかエンディングって書いてあった。ありがとう、おたま。本当にどうお礼を言ったらいいのかわからないよ。いや、エンディングって書いてんのかわいい。あ、ひみころが来た。わたる、わたる！あ、かわいい。言葉殿、よくやってくれた。言葉はいないのだ、いい子いい子。言葉、この先の戦いでくじけそうになったとき、負けそうになったときは、君が僕を、命がけで助けてくれたこと、そう改ざんを守ろうとしてくれたことを思い出して頑張るよ。言葉、君の勇気、そして平和を愛する心を私たちは忘れない。きっとその気持ちに応えてみせよう。僕たちはこれからドアクダーのところに行く。うちは一刻も早くドアクダーを倒して、そう改ざんの平和を取り戻さなくちゃいけないんだ。世話になった、言葉殿。バイバイ、言葉また会おうね。それじゃあ言葉、今度会う時はそう改ざんの平和が戻っている時だね。それまでさよなら、またどこかで会おう。この総改ざん中二階層の平和も少しずつだが戻り始めていた。枯れ果てていた花もよみがえり、汚れていた大地も潤い、さまようマシンも姿を消した。人々の心にも再び平和がよみがえろうとしていた。渡るの言葉がよみがえる。さようなら、またどこかで会おう。渡るたち一行はドアクダーを倒すため旅立っていった。そして言葉もまた新たな冒険へと旅立った。キラキラキラ。エンドロールかな。あ、
エンドロイヤークリアしましたね。はじめにさ、速攻で渡るが誘拐されてさ、渡る操作の主人公違うんやっていうとこにまずびっくりしたけど、でも敵の種類のバリエーションの多さとか、あとはまあ行動パターンのバリエーション多さもいいし、あと敵の強さもすごいちょうど良かったね。なんか理不尽のドラゴンぐらいかな。でもまあ逆にあれぐらいなんか歯ごたえがある子が一匹ぐらいね、おってもちょうどいいよね。うわーみたいな、ちょっとびっくりしたけど、操作性もね結構良かったし、あ、シンジさん、コタさん、クリアおめでとうって見届けていただきありがとうございます。あ、レイさんも万歳ってありがとうございます。パチパチパチ、みなぬしありがとうございます。しかもまたコタバは別の冒険に行ったね。ストーリーが結構短めやったね。まあ演歌がなくて結構まあテンポよく、そこまでこう迷うこともなかったから、マップもシンプル で演歌がそこまでなかったから、探索もまあ結構ダンジョンでもしっかり見れたし、これはね面白いです。懐かしいの見せてくれてありがとうございます。こちらこそ見届けていただきありがとうございます。鈴木さん、さようなら、もう二度と会うことは、なんでそんな悲しいこと言うのよダメダメ、ありがとうございます。ハードモードこの後ハードモードあるんやって、へえ。まあ、そういうやり込みもあるっていう、いいですね。あ、てんてんさん、パチパチありがとうございます。無事にクリアできました。ハマケンさん、クリアおめでとう。懐かしい気持ちになって面白かったです。渡るまた見たい、プレイしたいね、途中でやめたって言ってたもんねてっきりめっちゃやり倒してたんかと思ったらこの辺で諦めたみたいな、シャープ1でおっしゃってたからちょっと吹いたちょっとやってみてほしいですね。またありがとうございます。ジ・エンド、ユウサ・コタバ何者やったんな。また別の冒険にも行ったからね、救世主的な感じかな。セーブデータ上書きという少し残念な仕様ですが、あ、上書きされるのかってことは、前の持ち主の方のデータが残ってた感じ的にどうなんやろね。あれは上書きされてる、あの画面だけじゃわからんか。あ、これ以上もう何をしても進まない。で、終わりかな？ね、楽しかった。あの、PC エンジンの方とはまた違う良さがあって、よかったですね。あっちはもうアクションって感じだったけどね。ね、皆の人もちょっとアニメをまた見返したり、プランもまた引っ張り出してこようかなって思った方もいらっしゃるんではないでしょうか。ぜひ、枕元にある方、やってみてください。リセットこれ、押していいのかな？あ、ほんまや。あ、そういうことか。ハートマーク。ほな、あの、ケンイチさんって方は、クリアしたのか。ほんで、この真ん中のミノルさんって方は、クリアをしてないのかな？多分この見た感じケイちゃんは、あー、そういうことないね。レベル1も途中で終わってるやんとか言って言うてたのはクリア後ってことないね。今こうしてようやくわかるね。で、ミノルさんは途中で諦めたか忘れたかして、友達に途中で返したんかな、知らんけど。はい、ということで、これにてマジン英雄伝渡る外伝ファミコン、無事にエンディングで終わりたいと思います。ね、枕元探してみてください。ではまた次回も何かしらやりたいと思いますので、お時間が良ければ遊びに来てください。お住みでない方
高評価やチャンネル登録、ツイッターフォローもよろしければお願いします。ほな、あったかくしておやすみ。